J-WAVE バウミュージックを聴きの皆さん、こんばんは。シシャモのギターボーカルの宮崎麻子です。今週も始まりました、クリエイター同士による音楽座談会バウミュージック。前回初回はですね、小山田総平さんをお迎えさせていただいたんですけど、本当にもう感謝しかないですね。もう高校生の自分に言ってあげたいです。こんな小山田さんと一対一でお前話せてんぞっていう風に言ってあげたい回でした。今日お迎えするのはクリープハイプのボーカルギター尾崎世界観さんです。はい、大丈夫かな、ちゃんとこう私話せるかちょっと不安なんですが、きっと優しくいろいろ受け止めてくれるんじゃないかなと思っております。J-WAVE バウミュージック、今日はクリープハイプのボーカルギター尾崎世界観さんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マイク乗りのいい声ですね。本当ですか。はい、羨ましいですよ。喋り声は褒められたことないんですけど。ないですか。はい、でも歌ってる時もね、そうですよね、なんかこうマイクに乗る声だなと思ってますよ。 ありがとうございます、はい、いつぶり、いつだろうな。でもそれこそラジオ局とかでですかね。ラジオ局とかフェス、フェスとか、うん、もうライブがやっぱりこう結構なくなると減りますね。結構お会いしたのは前になるかなと思うんですが、うん、あの前にラジオ番組、その自分たちのが終わるときにお花をいただきまして、あ、はいはいはい、覚えてますか。シシャモの、はい、J-WAVE の、はい、スパークか、はい、はいはいはい、が終わるときにお花をいただいて、はい、そうですね、はい、すごく嬉しかった。途中から思い出してじわじわ、そんないいことしたかなと思って、間違ってんじゃないかなと思って、別の人と間違ってんじゃないかと、あれ渡しました、渡しました、はいはい、すごいびっくりして、はい、ちょっとこうイメージと、あれぐらいじゃないかな、いいことしたのよ人生で。めちゃくちゃ嬉しかったです。そうですね、確かそうそうそう、しましたしました、ありがとうございました。私ですそれ。そうそうそう、はい、いやちょっとすごく緊張してるんですよね。なんか恥ずかしいくらいちょっと緊張してるので、ちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと尾崎さんと音楽のお話を、はい、あんまりね音楽の話ちゃんとすることないので楽しみです、はい、ちょっといろいろ聞いてみたいなと思うんですけど、はい、尾崎さんの音楽との一番古い記憶みたいなのってありますか。音楽でももう家でずっと父親が聴いている曲が流れていて、自由になるものではなかったから、うん、学校でも音楽の授業があって、なんかこうどうにもならないものっていう印象でしたね。自分の力では動かせない音というか、もうこれをある程度聞かないと生活が回っていかないというか、うん、時間が進まないっていう、ちょっと苦痛だなと思ってましたね昔は。好きだなって思った瞬間もあるんですか。小学校高学年くらいになってくると CD を自分で買ったりして、うん、ケースにこう順番に並べて勝手にランキングを作ってましたね。その自分が持ってる CD の中で。え、うん、初めて買った CD とか。初めて買った CD は、はい、あのイーストエンドプラスユリっていうあの、はい、なんかラップの、うん、知らないですよね。すだよねって知らない。だよね、だよねって、あ、知ってます、ね、あるんですけど、その、はい、その曲シングルの次のシングルを買ったんですよ僕は。なんかあ、じゃあバンドっていう感じではバンドじゃなかったですね。なんかせめてだよねにしときゃよかったなと思って初めて買った CD って死ぬほど聞かれるじゃないですか、はい、その時ミュージシャンになると思ってなかったから、うん、まあいいんですけどね、イーストエンドプラスよりですごく嬉しいんだけど、でもなんかローリングストーンズとか言いたかったなと思いますね。じゃあそっか、こう小学校高学年とかでもそうですよね、自分でなんかこう好きな音楽とか切り開いていくのはその辺ですよね。うん、そうですね、歌番組も多かったし、うん、聞いて、あとラジオで流れた曲をテープに撮ったりしてましたね、カセットテープに。結構なんかクラスメイトとか同級生と同じものを聞く方でしたか。その頃はそうですね、そんなに、うん、気にしてなかったし、まだここまでひねくれてなかったから人と同じ方がいいんじゃないかと思ってましたね。CD 借りたり貸したりもしてたし、うん、昔は8センチの、 あの細長い短冊の CD だったんで、はいはい、なんか下にすごく無駄な部分があるんですよ、はい、あの CD って。
それをね折ったりして責められたりしてましたね。じゃあその自分が歌う人だっていうか、うん、そういうなんて言うんだろう、そういうものが芽生えたのっていつですか？あ、全然なかったですね。そういうのは友達とカラオケに行っても一人だけ声がちっちゃいって言われて、うん、なんかずっとこうやって歌ってたんですよ。マイクにこうやって手をなんとかでかくするように、はい、そういう感じだったから、あんまりこう歌うことが好きとかもなかったし、未だにそういう感覚はなくて、自分が作った曲だから自分で歌ってるっていう感じですね。ああ、歌いたいから曲を作るっていうよりは、うん、曲を表現するための、うん、ないですね。ああ、そういうのは私が結構多分真逆なのかもしれないです、うんうん、もうベビーカーに乗ってる頃から歌が好きだったのを覚えてるんですよね、うん。どんな記憶なんですかそれは？そのもう本当に童謡みたいなのをベビーカーで歌ってて、うん、それをお母さんとかこう真似してかぶせてくるんですよね、良かれと思って、うん、それをいつもめちゃくちゃ嫌がって一人で歌いたいんだっていうのを言ってたみたいで。その記憶がある？それはでもなんか結構ベビーカーの頃の記憶はさすがにないんですけど、成長してからもその気持ちはずっとあって。じゃあ歌ってるっていう記憶が結構あるんですね。ありますね。幼稚園とかはもう本当に覚えてます。でもそれでずっと大人になるまでそれが好きで居続けるってこともすごいですね。そうですね、やっぱこうバンドやってるとやることって意外とあるじゃないですか、その中でやっぱ嫌いになっていくこともあったり、好きっていう気持ちがちょっとこう忘れちゃったりってことっていろいろあると思うんですけど、歌は結構ずっと好きかなっていうのはあります。ライブするのも好きですか？好きなんですけど、楽しいって気持ちよりも大きいものが多分いろいろあって、プレッシャーだったりとか、やっぱりその日に初めて来たお客さんってそのライブ良くなかったらもう来ないじゃないですか。そうですね、っていうのをいろいろ考えると、どうしてもこう楽しいっていう気持ちだけではやれないっていうのがあって、だからすごいライブ楽しそうなバンド見ると羨ましいなって思いますね。ライブ好きですか？いや、ライブはやっぱり同じ感覚ですね、ステージに出ていく瞬間は楽しいんだけどそれだけで終わりたいですね。もう出てって戻る、出てってもそのままはけていくっていう、出た後に迎えても、完成で迎えてもらっても、そこから2時間ぐらいどうなるか分かんないじゃないですか、自分がね。頑張らないと分かんないですね。ステージに立ってみないと分からないし、しかも終わった後も自分の感覚と結構周りのチームのその日のライブのなんていうか出来栄えというか、そういうものが結構噛み合わなかったりすることもあって、めちゃくちゃ良かったのに今日あんまりみたいな。宮崎さんの中で何が基準なんですか、いいライブっていうのは？やっぱり曲に集中できたかどうかですかね。こうなんかそがれちゃったりとかするとどうしてもいろいろ考えちゃって良くなかったなって思っちゃうことはありますね。たまにありますよね、なんか全く集中できない時ね。あれなんでかわからないけど、どんどんなんかステージに立ってる自分から自分が離れていくっていう感覚はあって悲しくなる時ありますねでもそういう時に限って一番前ですごく嬉しそうに聞いてくれてるお客さんの顔が見えてなんでなんだろうって思いながらやってることありますね。でもやっぱもうお客さんが喜んだらもうそれが正解なんだろうなっていうところですよね、きっと。だそういうズレには救われますよね。そうですね、結構うちのドラムの吉川もライブ後すごい反省する方で、それをいつも私も、いやもうお客さん楽しんでるから、あなたのことなんて誰も見てないよって言ったことがあってそれで結構なんか吹っ切れたって言われて。あ、そう、吹っ切れたんだ誰も見てないから大丈夫。曲名になりそう、シャモの曲名になりそうだね言葉で、あなたのことなんか誰も見てないよってなんかありそう、シャモの曲で。本当ですか初めて作った曲、いつ作りましたか？初めては中学生の時ですね。中学生結構早いですね。早いのかな。ギターを買ってそれでコードを覚えて作った曲があったけど、本当にどうしようもない曲でしたね。もう覚えてもないけど本当につまんない曲で。ギターをそもそも買おうって思ったきっかけはあったんですか？なんかいろんなことに興味があって、いろんなものをやったりしてたけど全然うまくいかなくて、中古で1万円で売ってるのがあったから、それをなんとなく買って、練習してみましたね最初は。そっか、ギターからなんですね最初は。周りで弾いてる人もいたし、親からお下がりでもらって弾いてる友達もいて、
それでいいなと思ってなんとなく買ったのがきっかけですね、うん、バンドを初めて組んだのはいつですか？バンドを組んだのは高校の時かな。最初は弾き語りで路上ライブとかやってて、そこから友達と組んでなんとなく組んだのがきっかけですね、うん、部活とかでもなく、うん、部活あの高校で軽音部とかでやってるバンドに対してすごい敵対心持ったからうちはもうがっつり軽音楽部です。あ、そうだよねなんかね羨ましくて、そういうのが本当に自分がそうなれないから、こっちはライブハウスに出てやってるってことだけを心のよりどころにしてたけど、実際はすごいノルマ取られてライブハウスにも相手にされてなかったんだけど、だから軽音部のおかげで今があるかもしれない。あ、うん、うちはでも結構なんか環境が整っていて、うちの部活が、うんうんうん、あんまり高校の部活でないかなと思うんですけど、スタジオが2つあって、ドラムセットが2つあって、ちゃんとこう防音になっててっていうスタジオがちゃんとついてて、あんまり今思うといやないないですよね。高校の時はスタジオの予約を取る時に当日予約だと半額になるから、うん、それじゃないともうお金がないから入れなくて、はい、10時だったかな10時半だったかなどっちかだったんだけど、その時間に当日予約が開始されるから必ずそのトイレ行きたいですって言ってトイレ行ってそのトイレの個室から電話して今日予約2時間お願いしますって予約したんですよ、うん、毎回。スタジオは高校生にしては高いですもんね。高い、本当にもう本当にきつかったなあれ。うちは本当にスタジオが学校にあって、ね、よかったと思って。真逆の環境ですね。そうですね、その時からこうちょっとこう CD 出させていただいたりしてたので、うんうん、あ、そうかそうか、その時から、はい、そうですね。それで顧問の先生が結構優遇してくれて、この放課後はちょっと使わせてやってくれみたいな、それはもう敵対視されるね。結構嫌われてましたねその高校の時に出した CD 札幌のタワレコで買ったな、あのシングルの、はい、うんうん、500円のやつ。あ、そう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 、うわ、え、なんで買ったんですか？キャンペーンの時だったかな、はい、なんで買ったの、あ、視聴したのかな、ワンコインだったからいや、もうその時は結構金持ってたから多分大丈夫だと思う。ワンコインじゃなくても買えると思うワンコインだったから買ったのかな確かに昔ワンコインだったら全部買ってる時あったな。結構気軽に買えるかなと思って、ね、それにまあまあとハマったのかな。いや、でもワンコインだったから買ったら恥ずかしいなでも視聴したんじゃないか。でも何かで聞いてたのかな、なんかそのラジオか雑誌かなんかで知ってたのか、嬉しいですね、ありがとうございます。ありがとうございます。そんな尾崎さんの日本の音楽でルーツになってるものとかってありますか、はい、その作曲のルーツと作詞のルーツってあると思うんですけど、 あるかな、分からないんですけど、なんか分かんないんですよね自分でも。どうなのかなと思っていっぱい聞いてたし影響受けてるはずなんだけど、でも実際証拠もないから何とも言えないなと思っていて、はい、ずっと家で流れてた、さっき言ってたずっと流れてたのはかぐや姫っていうフォークソングのグループがあって、その人たちの曲をある程度年を取ってから聞いた時にすごくいいなと思って、昔はもうずっと強制的に聞かされてる音だと思ってたけど、あ、こんなにいい曲だったんだってのは思ったし、自分の中にその言葉とかメロディーがずっと染み付いてたんだなっていうのは思いましたね、うん、でももともと弾き語りしてる時はゆずの曲をずっとやってたので、はい、中学生の時にだいたいそこで知ったものをずっと使ってて、歌詞もそんなに明確に影響を受けたっていうものはないけど、夜行禅っていう2人組のグループだったり、あとフラワーカンパニーズっていうバンドの歌詞は好きですね、うん、ルーツって難しいですよね。難しいんですよ。だからそう最近はあんまり聞かれなくなったけど、そう、それは多分自分が答えなくなったかなと思ってどうですか、それ話せますか、そういうの。私はずっと割とないですって、うんうんね、って言いながら聞いて本当申し訳ないんですけど、うん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 、ないですって言ってたんですけど、最近になってそういえば私のルーツこれだなって思ったりっていうことはありますね。歌詞だとそのバンプオブチキンさんの結構物語になってるものが多いじゃないですか。そういうものを楽しいと思って作ってるところが自分はあるので、それを今になって多分そうだなってすごく感じて、はい、
嫌な質問がそのルーツは何ですかと、はい、今だから言えるバンドメンバーに直してほしいところはって質問が嫌なんですよね。それでももうあれなんで聞くのかな。メンバー間のなんか見たいんじゃないですかね、うん、でもなんかその人たちは一瞬だけそこで盛り上がって終わるからいいけど、こっちは一生やってくつもりでやってんだよって思うから、はい、なんか嫌なんだよな、言うのも言われるのも。あとあとその次の日とかもだって続くわけでしょバンドは、はい、そこ考えてんのかなって。もう大体地方キャンペーンに行くと言われるから、はい、ないです大好きですっていつも言うことにしますよ。うちは結構もうちょっとこうそれ用というか、うん、見せれないものはやっぱ見せれないじゃないですか、人間関係なので。それ作っとこうかな。もう支障ないやつっていうか、もうずっと同じこと言い続けたら向こうも聞いてこないだろうから、はい、うん、大人だな大人だな。ギスギスしない程度のやっぱこう探り合いながら、うん、多分3人とも気を使いながらやってはいますね、うん、気を使い大事ですよね。大事ですね本当に、うん、本当な。これまで出会った曲の中で、うん、この歌詞はすごいっていう風に思った曲教えてほしいのですが、うん、すごいっていうことももちろん思ったけど、なんかその時の自分の状況にすごくこうリンクして結構泣いたんですね。あんまり泣くことないんですけど、はい、ライブ見ててそのフラワーカンパニーズのライブ行って、その時バンドメンバーがいなくなったタイミングで初めて一人になって、もうそこから何回も一人になるからもう慣れたんだけど、その時は本当に絶望的な気持ちで、でもライブ見るのも嫌だなと思って、でもチケット取ったしお金もあんまりない中で取ったから、せっかくだから行こうと思って行った時にやってた曲で、吐きたくなるほど愛されたい、もう自分の気持ちにぴったりですごい泣けてきて、この曲をあのフラワーカンパニーズのトリビュートアルバムでやらせてもらって、うん、それも嬉しかったですね、うん。続いては、はい、作詞についてちょっとお話を聞けたらなと思うんですけど、はい、作詞ってどこから始まりますか？そのテーマからなのか、うん、書きたいことが出てくるのか。いや出てこない、もうねなくなって、もう本当にないんですよ、うんうん、もう散々やり尽くして歌詞を書きたいってことはやっぱないですね。もうどうにかして本当にもう終わったんじゃないかなと思って、歯磨き粉みたいな感じです。もうどうしたら出るかなっていう、もう今ね歯磨き粉真ん中から切ってそこにこう穴開けて指でこうやってやってる状態なんでだいぶなくなってきてて、あじゃあもう書くっていうことが先にあって作り始める、うん、もう強引に、もう歯磨き粉の匂いしかしないかもしれない。もうなんか歯磨き粉じゃないんだけどなんとなくあの感じで出てるなって思ってるぐらい枯れてきてて、テーマモチーフを一つ見つけてそこから広げていくことが多いですね、うん、一行パッとこう出てきたりとか、うん、一行出てきてまた一行って、本当に一行ずつ書いていくことがほとんどですね。宮崎さんは特に最近、はい、結構なんか感情を割とストレートにね歌ってる感じしますよね。あそんな、あ本当ですか確かに、でもその物語みたいにこう、うん、楽しんでほしいっていうところからちょっとずつなんかもっと自然なというか、自分がちょっと普段感じたことをもうちょっと広げてみたりとかっていう書き方することはありますね。明確に相手がいるなって感じがするそんなそんなことを言われてしまうとちょっと困りはするんですけど、ちょっとそういう風に書きたいなって思うけど、ちょっとこううまいこと言いたくなっちゃうんですよね。だから作品にしてしまうのがちょっと悩みですね。それはずっとですか？うん、割と多いですねそれが。でももうそれがずっとで、うん、それを好きな人がたくさんいるってことはもう正解ですよね。うん、どうなんだろうな、なんか一個間に人が入ってる感じしますね、はい、うん、自分がいて歌詞を書いてるんだけど、そこにそれをこう点検する人がいて、うんうん、ちょっと人工的になるというか、うん、あでもクリーパイプの曲聴いてて思うことは結構真逆な感じがしますね。うん、あそうですか。なんか尾崎さんのことはもう本当に私なんかもう何も知らないけど、うん、この人っていうものがなんか現れてるっていうか、うん、歌詞にどっかこう共通点というか出てくる人間のなんかこう一貫性というか、そういうものがどこかにあって、うん、それがちゃんとこう毎回尾崎さんの声で歌われるからクリープハイプなんだなというか。へえ、あそうか。だからちょっと意外だったかもしれないです。
宮崎さんはどうですか、その歌詞の書き方というか。まあ、それぞれですね、曲によって全然違くて、 うち視線なんですよね、その曲作りが。なんでもう歌詞があればあるだけいいっていう感じなので、うん、常に書いてて、まあ、その時に自分がパッと思いついたこともあれば、うん、こういうことを書いてみようってとこから始まることもあるし、うん、ワードがこう一個ポンと思い浮かんで、うん、そこから広げてみようってこともあるしっていう、あんまり定まらない感じですね。歌詞と歌い方がすごくつながってる感じしますよね。あ、それは嬉しいですね、それが自分はできないから、そこまで、そこも羨ましいなと思うところですね。やっぱり、まあ、当たり前なんだけど、怒った歌詞を歌うときは怒った感じ で優しい歌詞を歌うときは優しい感じっていうのはあった方がいいし、逆だから伝わることもあると思うんですけど、優しい歌詞ですごく怒った感じだったりとか、その逆とか、はい、だからそういうことができるっていうのは武器ですよね。その言葉だけじゃなくて、それを歌唱で表現していくというのは、そういうのを意識してるんですか？してますね。そのもう歌い方は本当に曲レコーディングするときに、自分で書いた歌詞なんですけど、基本は自分のことではないことが多いので、歌いながら一旦ちょっと休憩して、この子は結局何が言いたいんだろうみたいなことだったり、こう言ってるけど本当に思ってることは真逆なんじゃないかっていうのを自分でこう一旦考えてから歌ったりっていうことをしますね。ああ、そうか。じゃあ結構物語を書くような感じで書いてるんですね。基本はそうですね。だそれをその自分のことだと思わせるってことは、やっぱね、成功してるってことですね。曲によってなんか、あ、彼氏できたなとか、あ、振られたなみたいな書かれるんですよ。あ、全然自分のことじゃなかったりとかするのに、すごい嫌なんですよそうか。だからもうちゃんと基本的に自分のことではありませんっていうのをずっと言ってるんですけど、あんまり効果がなくて、でも思うんだよな、聞いてる人は、そんなこと言ってどうせっていう風にねああ、そうか、はい、でも自分もそうですね。そんなに自分のことは歌わないから、歌えないんですよね、逆に、なんかすごい自分のことを歌ってるイメージでした、ああ、そうか。それは逆に聞いてて全然なんですよね。なんかどんなにこう悲しいことがあっても、はい、それをそのまま歌にできないんですよね、それはちょっとコンプレックスでもありますね。たまには自分のことを歌いたいなって思うな。でもなんかこう、これは自分のことですみたいなのってやっぱりありませんか？たまには、なんかその一箇所だったりはあるけど、聞いてくれてる人は自分のことの方がいいのかな。どうなんだろう、もうどう楽しんでるかって結構それぞれな感じしますね。聞いてる人も自分をね重ねてくるから、もうごちゃごちゃになる、めちゃくちゃバンドって曲あるじゃないですか。 はい、あれはそうか、あの曲めちゃくちゃ好きで、あれもそうですね。あれはでもそうですよね、あれ違ったらもうサイコパスだよね怖いですよね、ちょっと、バンドメンバーびっくりする、違うのってこんなことあったっけみたいなちょっと言っていいですか、まあ、すごい救われた曲があって、私、はいはいはい、もう今日絶対言おうと思ってたんですけど、あの、よう、はいはい、って曲が、実は前にお手紙で送ったんですよ、覚えてないですよね、あの CD のとこに、そう、CD の送付状を手書きでいつも書いていて、本当にあのいろんな人に送ってるわけじゃないんですけど、あ、そうなの、あ、もう全然いろんな人にやってるかと思ってましたよ。いやいや、手書きであれはできないです。あ、そうかもう本当にそのいいんだよね、字がねくっきりしててね。ありがとうございます、聞いてほしい人にあの、いつもそので CD ができたら手書きでお手紙を書いて、あの送るんですけど、いつもそのクリープハイプに送らせていただいておりまして、あのようって曲がもう送付状にも書いたんですけど、すんごいめちゃくちゃ救われて、私すごい落ちてた時があって、もう嫌なこといる、もう全部重なって、もう絶対はい出せないみたいな、こっからどうにもならないって時に、あの曲を聴いてめちゃくちゃ泣いて、で、あの曲って泣かせることもできるし、こう前を向かせることもできる曲だと思ってて、なんで多分あの曲がなかったら今の私はないなっていう、そっからこうパッと前を向けたタイミングは本当にその曲を聴いた時で、めちゃくちゃ救われたんです。それは嬉しいな。
いやもう本当にそのお礼を今日は言いたくてもう本当にあの曲のおかげで今の自分があるって本気で思ってます。確かにあれはクリープハイプっぽい感じですよね。その一番クリープハイプの中でもう限界まで明るくしてみましたっていうのがあれなんで救いがあるんですよね最後に。やっぱりちょっとここでは新曲の四季について伺ってみたいと思うんですけど、はいはい、聞きました。ありがとうございます。ちょっとなんか意外というか、うん、いつものクリープハイプってものと主に歌詞なんですけどちょっと違うように私は思って、はいはい、すごく前向きな気持ちの割合がいつもより大きいというか、うん、そういう曲に思ったんですけど、うん、この曲は作曲から作詞から、これ絶対曲からですね、はい、作詞は後からで、うん、なんか曲を作って型をまず作って、はい、そこに言葉を流し込むイメージなんですよ、うん、結構カチッと はめてることが多いですね、はい、この四季はどんなことをイメージして歌詞は書きましたか。どんなこと、構成が珍しい形で、はい、このクリープハイプにしては、はい、A と B しかなくて、うん、ずっとそれでやっていこうと思った時に4つにしたら四季になるなと思って、春夏秋冬っていういつもの感じですね、はい、そのコンセプトを決めてテーマを決めてそこにはめていくっていう形で、あとはそのリモートで作ったので、これはもうスタジオで合わせてないので、はい、もうそれはすごい大事だと思って今回、うん、いつもバンドだとスタジオに入ってメンバーと向かい合ってで音もでかいし、はい、なんとなくいい感じになるんですよね、うんうんうん、レコーディングした時にあんまり良くないなっていう、そのスタジオの汚い音の感じで、うんうん、なんとなくいい風に撮ってたところが、はい、裸になった時にしょぼかったっていうことが結構多くて、うん、そこに改めて今回この曲作って気づきましたね。バンドのいいとこでもあるんですけど、はい、あの曲を作る上ではちょっと邪魔なとこだなって、その熱量が、うん、それどうですか試写もの時は。うちはどうだろう、もうスタジオにポッと入ってやるっていうのがもうずっと同じなんですけど、そもそもスタジオの音が小さいのかもしれないですね。もしかしたらだからあんまこうギャップがないというか、そのレコーディングしてる時と、ちっちゃいのか。で上手い人たちはねちっちゃいんですよあの本当にそうなんですよね。ちっちゃくすればいいのか。うちは多分最初からの癖ですね。なんかでも軽音部でも防音があったからね、そんなちっちゃい音でやんなきゃいけないわけでもないし、はい、軽音楽部でもでも他のバンドに比べて多分ちっちゃかったと思います。あ音がうるさいって思っちゃう方で、ちっちゃくちっちゃくって感じで。そうか、ちっちゃくしたらよかったんだ。あの iPhone でそのスタジオの演奏を撮るとなんかいい感じになるんですよ、はいはい、最近の iPhone すごいですよね。そうあれで騙されるんですよねそうドラムの音とかねすごいかっこよくて、はい、だから一曲 iPhone で撮った曲がありますよ。あの全部のドラムのマイクのところにみんなの iPhone をこう置いて、ドラムの音それで組み合わせて使った曲ありますね。何の曲ですか。まだ出てない曲で、出てないんだ、すごい音良くてやっぱり、そんなこともできるんだ。やってみましたね。この曲って奇跡体験アンビリーバボーのエンディングテーマになってると思うんですけど、これってタイアップが先なんですか、こういうのって。そうですね、でもそんなに気にしてなかったですね。あの広いテーマを扱う番組なので、はい、まあ、何をやっても多分そこにはまるだろうって思って、うん、最近あんまり気にしなくなりましたね。昔はすごい気にして、まあ、タイアップもなくなったし全然だからだから気になんなくなりましたね。どうですか。いや私すごい今日そのタイアップ の、うん、その作曲についてすごく聞きたかったんですけど、はい、うん、自分たちが見せたいシシャモっていうバンドの音楽っていうものと、うん、タイアップで求めてもらってる音楽とのこう両立、うん、っていうかそういうものがすごく難しいなといつも感じていて、はいはい、それとこう戦いながらみたいなとこはありますね。昔はありましたけどね、気にしたりしてたけど、うん、やっぱりずっとやっていくじゃないですかこっちは、はい、まあ、バンド続けていく限り、うん、それを考えるようになりましたね、うん、あんまり気にせずに。でもお題をもらったという感覚ですけどね、そのタイアップがもしあったとしたら、はい、ただでさえテーマ迷ってるからラッキーだなっていう感覚で、うん、そっか、やってますけどね。
そのソフトバンクの CM で2月の涙という曲を作った時はすごく楽しかったですね、はい、その CM のアートディレクターの方とかなりこうやり取りして一緒に作って、それはもうすごく寄せてて、 Wi-Fi とか言葉入ってて絶対クリーパイプの曲で入れるような歌詞じゃないんだけど、はい、でもその人との信頼関係で使おうと思えたし、すごく大事な曲ですね。あれはもう本当にその関係性って大事ですよね、うん、そのこっちの気持ちも言い方ですけど乗るしっていうか、うんうん、そうなんですよね、うん、だから聞いてくれている人たちが何のか今回おかしいなと、うん、あのこう魂売ったなって言うたりする時あるんですけど、はい、そういう時ほどちゃんとやれてるんですよねこっちは、うん、だから全然そんなことないし、そういう意味でのタイアップというか本当の意味での、うんうん、そういうのはやっぱり感じますね。向こうがどういう気持ちでお願いしてくださったかとか、うんうん、それについてこっちが何を返せるかっていうのをこう、うんうん、やっぱこう一つのいいものを作るってことをみんなでやってるっていう気持ちになれた時が一番なんかいいタイアップになるなって私は、うん、そうですね、うんうん、どれぐらい意識するんですか、その言われたことを全部やるわけではない、うん、いや基本は私は割と縛りがあるのが好きというか、うん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 、曲を作る上で、うん、自分のなんか自由に作りたい曲を作るよりもこれダメです、こうしてくださいみたいなのがある方が燃えるというか、うんうんうん、なので結構楽しんで、うんうんうん、でも魂は売らないというか、うん、そこの兼ね合いを考えるのが楽しいんですよね。シシャモであるけどちゃんと言われたことできてるっていうところを目指すっていう作業が楽しいというか、うんうん、確かにね、縛りがある方がやりやすいですね。やっぱりこう言うこと聞きすぎてるとこんな歌詞絶対書かないじゃんっていうものが生まれてくるんで、うんうん、そこをシシャモらしく表現するためにっていうところを楽しんでやれてるかなっていう感じはあります。うんうん、式に関しては全くなかったですね、うん、でもこの曲そのさっき最初に私言ったと思うんですけど、うん、結構こう、うん、おっていうか意外性、うんはいはい、なんかいつもと違うなって思った点とかってなんか心当たるところとかってあったりするんですかね。わかりやすいサビがないっていうところですかね、うん、なんだろうな、まあ、リズムもすごく変わるし、なんでしょうね、なんだろう、私はなんか歌詞で楽しいからしょうがねえってあるじゃないですか、うん、あ、はいはい、あれ言うっけみたいな、確かに言わないかもしれないですね、尾崎さん言うっけみたいな思って あんまり意識してなかったですね。でもそこはでもそこがすごいなんかフレッシュに飛び込んできたんですよね、聴いてる時に、はいはい、うんうん、あーと思ってすごく好きな曲です。ありがとうございます、はい。ここではライブについて伺いたいんですけれども、はい、対バンをさせていただいたんですよね。J-Wave のね、はい、あのイベントで、イベントで、はい、カバーしていただいて、あ、素晴らしいカバーをしていただいて、すいません、そのやらせていただきまして、うん、もうめちゃくちゃ緊張したんですよね。あの時、はい、まあ、カバーしかも1曲目にやったんですよね、はいはいはい、それがもうめちゃくちゃ緊張でした。どれぐらいああいう時って練習するんですか。3週間くらいとか、結構大変だな、やっぱもう粗相があっちゃいけないと思って1曲目にやるってすごいよな。やっぱこうなんかシシャモってあんまり対バンしないんですよね、うんうんうん、昔から対バンするっていう時って本当に大好きな方とやらせていただくってことしかないので、うんうん、リスペクトの気持ちを込めてカバーをいつもやるっていうのを決めていて、うんうん、なのでもうあの時ももうヒヤヒヤしながら。どうでしたか反応は。お客さんが結構喜んでくれた感じがあって、うん、ちょうど今日もさっき聞いてたんですよその時の音源を、はいはい、懐かしくなって。え、音源がある？あります。あ、ライブ音源が、ライブ音源があって。ライブ音源聞けるのすごいな。え、毎回ライブ終わった後音源聞くんですか。聞きます、ね、毎回聞けるかっていうとあれなんですけど、割と反省します。すごいな、絶対聞けないな。ライブ音源聞いて、はい、自分がやった感覚よりも良かったなってことはあるんですか。良かったなっていうよりは本当にダメだったなと思う箇所を聞いて意外と切り抜けられてるなっていうことがあったりはすごいなしますね。だからやっぱそれを知っておくと、あ、そこまで気にすることないんだって思えるというか、うん、やっぱ気にすることでどんどんこう良くない方に行っちゃうってことが一番良くないって思ってるので、うん、気にしないために聞くというか。へー、
なんかでもあのフェスとかでも宮崎さんの歌ってる声がこの準備してる時とか遠くから聞こえてきても CD みたいだもんね、はい、憎たらしいもんもうあれ音源流れてんのかなと思って。いやそんなこと言っていただいて、ありがとうございます。ちょっと頑張ります。いやそうか、でも本当にあのツーマンめちゃくちゃ嬉しかったですね。良かったですよね、はい、やっぱこう対バンの時ってお客さんが一番こう不安なんですよね私。うん、それこそやっぱりこううちは女でやってるバンドなので、はい、男性のバンドと対バンすることやっぱり多いんですけど、うん、そうなった時にこうお客さんの目線とかをなんか必要以上に考えちゃったりとかして、うん、でもクリーパイプのお客さんは1曲目で結構わーっていう風に、うんなってくれて、うん、もうそっから楽しくライブできましたね本当に。 あの時はでもそれでちゃんとこう試練を自分に与えてやるっていうのがすごいですよね。いやもうスレスレのところでなんかそういう感覚があるんじゃないですか、そのあえてそういうとこに危険なとこに身を置きたくなる衝動みたいな。うーん、追い詰めるというか、うん、そういうものはあるかもしれないですね、うんうん、私もメンバーもあるのかな、うんうん、メンバーがなんかこう言ったりするんですか、このバンドでこういう対バンだからこういう感じでやろうとか。いや彼女たちはそういうことはないですね、うん、そういうことないというか、まあ、フェスでも同じだと思うんですけど、うん、やっぱ他の人がいるっていう時ってどうしても考えちゃうというか、うん、あの人の後だからとかそういうことを考えちゃうんですけど、うん、やっぱりこう自分たちがこう自分たちでいれれば大丈夫なはずだからっていうのを、うん、もう言霊になるようにこう3人でずっとライブ前は言い続けてやってますね。ライブ前結構喋るんですか。いや喋りますね、結構喋る方だと思います。クリップエイブも楽屋でずっと黙ってますからね全員ですか。全員もシーとしてで隣の楽屋からあの、はい、あのドラムの、はい、あのパッドであのね音が本当にうるさくて。いやどこのドラマーもやっぱ一緒なんですね。でもそれは家でやってきてよ直前じゃないときっと意味ないんだろうなと思うんですけど、あれ結構その音を吸収してるから迷惑になってないと思ってるかもしれないけどうちみたいな静かにしてる楽屋にはモノに聞こえてくるから、うちでももうあんま気にならなくて、ただ一回ホテルでうちのメンバーがこう隣の部屋であ練習してるんだってやってて、なんかこうそれ聞こえてくると私もやんなきゃいけない気持ちになってきたりとかその楽屋でもあるんですけど、楽屋はもう気にならなくて、ホテルの夜はちょっとうるさかったですね。クリーパイパーもやらないからずっと黙ってるから、その他の人隣の楽屋の人こううるさい時に、そう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 なんだ。あそうか、じゃあ試写もかもしれないな。すいません言いに行こう今度。それはありえます、うちの吉川はそこに対しての遠慮はないです多分本当にあの吸収できてると思ってるタイプですねそうなんだ。そうか、あとでも吉川がその MC の練習をするんですよ。ずっと喋っててかわいいな。パタパタパタか、ここでみたいなそれはかわいらしい、ね、それ聞こえてきたらうるさいと思わないですよ。本当ですか。そうか、今度ちょっと確認しよう。試写もかもしれないから。すいません、うん、ちょっと気をつけます。気をつけるように言ってきます。花持って行ってちょっと静かにしてくださいっていう花持ってこられたらしょうがないですねそれは。ちなみにその尾崎さんがライブを見てきたアーティストですごいと思った曲だったり、はい、アーティストっていうのはありますか。対バンさせていただいて袖で見た時にびっくりしたのはマキシマムザホルモンですね、はい、うん、どういった、うん、うまいなと思って、うんうんうん、お客さんが体を動かして音に乗る理由が分かったというか、はい、もう物理的にグルーブがすごすぎて体が動くなと思って、うんうんうん、あこういうことなんだなというのはその時に思いましたね、うん、特にこの曲みたいな。もう全体ですね、うん、もうライブ通してライブ通して、うん、そういう風になんかすごいって他のアーティストに対して思うことってよくありますか。まあ、結構ありますね。言わないけど、まあ、悔しいなっていう感じですねもうなんかトラブル起きろって思って見てますからね、うん、年が通じたら大変ですねちょっとそういう時にかけて自分のレベルなんかあるんだよ、ね、うん、よくないですよねそういうこと思うのはね。
フェスとかで結構他のバンドとか見たりする方ですか？極力見ない、見たくないので逃げてますね。そうなんですね。そうなんですよ。一時期はもう耳栓してたんですよ。お、気にしたくなくて、はあ、フェスでずっと、うん、それぐらい気になるんですよ。たまにステージの真横に楽屋があったりする時とか、はい、最悪で、はい、超近い時、近くてどうしても聞こえるっていう。そうで、歓声が聞こえてくると、はい、自分が出た時比べちゃうよなと思って。あ、私も歓声で結構思うことはありますね、うん、でも遠かったら遠かったで面倒くさいなって思うんですよね。で、文句言うんでしょうね、きっとね、はい、もう出していただいてるだけで幸せですよね。そろそろ尾崎さんとお別れの時間となってまいりましたが、ちょっともうちょっとだけ質問させていただいてもいいですか？はい、 お話しすることがないんですよ、私。本当にバンドやってる方とこうやって、うん、だからちょっと聞きたくて、うん、結構ずっと長い間同じバンドメンバーの方とやられてると思うんですけど、試写も今何年ですか？試写も今何年、あ、メンバーが変わってるから今のメンバー、今のメンバーになってからは7? お、結構経つのかですね。あ、そうか。なんかこうバンドメンバーとの関係性って変化していきますか？変化していきましたね、うんうんうん、大人になっていって感覚も変わってくるし、はい、でもいいことだと思いますね。いろんな感覚で、うん、ずっと同じというよりは変わっていった方がいいと思いますね、はい、やっぱこう私も今結構こういい感じというか、うんうん、まあなんか良くも悪くもないというか普通というか、うん、まあ多分3人ともちょっと大人になったのかなって感じ。いいですよ。なんかこの間も書かれてたけど、クリープハイプって、はい、仲良すぎないところはいいよなって言って、何を知ってんだよお前ら俺らのって、別に仲は悪くもないし、うん、いいと思うんだけどなと思って、なんか勝手にそういう風に決められるのも腹立つなと思いましたね。そうですよね、やっぱお客さんから見えてるものとこっちのものってやっぱちょっとどうしてもやっぱギャップがありますもんね。あとフェスのね、楽屋で着替えてる時とかにもやっぱこうメンバーの背中が丸くなってきたなと思うのを見るとね自分も含めていいなと思いますよ、はい、愛ですねそれは。ちょっと、うん、なんか背中を見て、はい、背中が一番こうその人を語るんだなと思いますね。そういいですよね、そういうのが。うちもそうなれるように頑張ります。 MC の練習の質でこう変わってくるかもしれないですね、はい、年を重ねたなっていう。そこを可愛いと思えるように私がなるかどうかですね、うん、めちゃくちゃいいですねそれね。 MC の練習してるのすごい可愛いな。ずっと背中丸めてやってますね、もう絶対失敗してほしくない ね成功してほしいなと思う。それちょっとこう聞きながら、ちょっとごめんそこさみたいな、ちょっとこう言ってほしいんじゃないかなそれは。ね、ちょっとこう面と向かって聞くのはあれだから、ちょっと練習しながらツッコミどころがあったら言ってくれないかなっていうこんな感じの話しますよ今日、うん、みたいな、うん、これでもし滑ったとしても一回提示してますからねっていうあなたが修正しなかったのが悪いんですよって。すごいそれいい話だな。そういうことだったんですね、かもしれない。ちょっとちゃんと聞いとかないといけない。これから10年後、はい、クリープハイプどんなバンドになっていると思いますか？47歳ですからね。まあ、とにかくどんなバンドでもいいからやってられたらいいなと思いますね。47でまだあんな歌うのかな続けていたいですか？うん、そうですね、長くやった方がいいと思うんですよ、うんうん、本当にそのどんなに近くにいようが、はい、やめたら終わりだと思うので、うんうん、本当にいがみ合ってて口も聞かなくてものすごく仲悪くても、1日でも1分でも1秒でも長く続けた方が勝ちだと思うんですよ。で再結成したらやっぱすごいバーって盛り上がったりするけど、はい、やっぱそれよりもずっと続けてるバンドの方が本当に価値があると思うし、はい、もちろんそうやってまた集まったりすることもすごい大事なことなんですけど、はい、本当に何も休止もせず、はい、ずっと続けてたいですね。続けるが一番強いなって感じますね。 でも本当に、うん、私もでも最近ですね、なんかちょっと前まではもうやめるからみたいなテンションでずっといて、普通にも表でも言ってたんですけど、うんうん、なんとなくもうちょっとやるかもみたいな、うん、最近はそんな気持ちになってきて。それでいいんですよ、やめるからって言うことによって続けられるんだったら全然言うべきだし、うん、そういう時期も自分にもあったし、はい、
そういうの良くないよっていう人もいるかもしれないけど、それで続けられるんだったら絶対言った方がいいですね。うん、実際に言うとなんかこう楽になったりするんですよね、うん、言葉にすると。ちょっと、うん、うちはでもドラムがどうしてもずっと続けたいって言ってる人なんで、うんうん、それに救われてるとこもあるかもしれない、ね、いいですよね、そういうメンバーいてくれると。だってどうしても続けたくなかったら MC の練習なんかしない。そうですね、うん、彼女はもう本当に頑張ってます、うん、頑張ってるってここで言うのもちょっとあれなんですけど、あなたのこと誰も見てないよって言われてね。はい、うん、よくあれで持ち直したなっていう。すごい、あんまり理解できないんですけど本当に。いい話だ。でもいいな、なんかそれすごく、うん、いいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんお話ありがとうございました。ありがとうございました。今日はクリープハイプの尾崎世界観さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。シシャモのギターボーカル宮崎麻子がナビゲートしてきました。ワウミュージック、いかがでしたでしょうか。いやちょっと尾崎さんと、まあ、昔からフェスなどでお会いすることはあったんですけど、こんなにがっつりお話しすることはなかったのでとても緊張しましたが、いろいろ聞けて、なんかこうバンドを続ける強さみたいなものをこう尾崎さんと話してて、よりなんかこう確信を持てたというか、すごく嬉しい時間だったなと思っております。次回のゲストはザ・ピローズの山中沙和夫さんということで、本当にこんなに私が話したい人と話してもいいんでしょうかっていう、ありがたい番組ですね本当に。いろいろもう本当に昔から聞かせていただいておりますので、いろいろ聞けたら嬉しいなと思っております。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はシシャモのギターボーカル宮崎麻子でした。